急遽カメラを回しております。今ねちょっと家の中に誰もいなくなったので、ちょっと今がチャンスやと思ってカメラを回し始めたところです。どうもお久しぶりです、あーやです。今日はね近況報告をちょっとしようかなと思ってて、まあこれまでこの間12ヶ月経ちましたからの久々の動画なんですけど、まあいろいろね伝えたいこともあったりとか、聞いてほしいこともあったりだとか、最近のこととかちょっとつらつら話していけたらいいなと思っておりますので、どうか最後までお時間のある方お付き合いの方よろしくお願いします。はい、まずいろんなお話がいろいろあるんですけど、最後はちょっとハッピーに終わりたいので、まずちょっと私の頭の中のモヤモヤをすっきりさせたいなと思って伝えたいことがあるんですけど、最近ねインスタグラムの方で捨て垢のようなものから私のその名前を入れた DM が来たという事件があったんですね。で、私と同じ、私レジンでアクセサリーを作ってるんですけど、私と同じようなキーホルダーとかジャームを作っておられる方に向けてどうやらDM 送られているそうなんです。で、その、内容としては、YouTube あーやちゃんのパクリだとかで、私がそれを知って悲しんでるとかで、じきじきに私がこう直接忠告販売サイトに忠告するとか、そういう内容だそうなんですけど、私それ聞いてねちょっとびっくりして、もうねもう誰も巻き込まないでくださいっていうことをちょっと伝えたかったんですね。やっぱりそのハンドメイド界の中ではやっぱパクリパクられ事件いろいろあると思うんですね。私もそれをいつもこう気をつけて、例えば自分がなんか作る時とか、みんなどんなん作ってんのかなとか、被ってるようなものはないかなとか、いろいろやっぱ市場調査をして、いろんな人の作品を見て、あこういうのあんまりないんやなと思って、ああいうヌーディー系のやつを作ったりとか、自分で自分なりにこうアレンジして、私のブランドのそういう商品っていうのをこう積み上げていこうとしてこうね活動し始めたので、そうですね、なんかそういう中で私も YouTube をしながら販売もしてる上で、私も多分ね誤解を招いた言い方をしてるなっていうことに気づきもありました。だからそこはねちょっとお詫びをちゃんとしようと思って、もうねもうごめんなさい、話がちょっとごちゃごちゃになってるんですけど、まずちょっと戻ると、インスタグラムの捨て垢のようなアカウントからYouTube あやちゃんっていう、こう名前をね入りの DM が来られた方、もうスルーしといてくださいね。私も何も一切何も関与してませんし、もう自分と同じ似たような作品出してる方もねちらほら私目にしますけど、一切何もそういう人たちに向けて何もアクションも起こしたこともないですし、何もやってません、言ってません、はい、何も伝えてません。私自身がこう動いたっていうことは一切ないので、もうその辺もし変な DM 来てももうスルーしてもらうか、もう私に DM いた、こんなん来たよって教えて、はい、教えてください。なのでもうその辺はちょっとね気にしないで言ってください。ただね、私も伝えたい、ちょっと語弊、ね、ちょっとよくないなという言葉を発信してたかもしれないなっていう部分があるんですけど、私が自分のそのアクセサリー、レジンアクセサリーアイテムを作って YouTube に上げている時に、皆さんも真似して作ってくださいねっていうね言葉を載せていつもやってるんですね。で、たまにねやっぱりね真似して作ってくださいねっていうことに関して、これ販売していいんですかっていうね DM をいただいたりするんですけど、もし仮にその私がそのね
立場、逆の立場だったら、自分があの YouTube を見て、あの人がこんなん作ってるわ、じゃあ自分も作ってそれ販売しようっていうのには私はならないんですね。それはもうそもそもね、その人の形とその人のデザインだから、それをやっぱりやってしまったら誰かから真似したんちゃうかって続かれるかもしれへんっていうのもあるし、良くないっていうのがあるので、私だったらやりませんと。そしてやるんだったら、まあそういう、まあ、技法はね、皆さんいろいろね、同じような技法されたり、ちょっとアレンジ加えたりとかしてね、いろんなやり方があるので、自分のオリジナルっていう風に持っていけるようなデザインの作り方を する、その似たような作品を販売することはおすすめはしておりませんっていう風にね、伝えさせてもらってるんですね。で、まれにあのイベントとかで出展しようと思ってるんですけどっていう、ちょこちょこ、こういろんな DM をいただくんですけど、全然そういうね、皆さんそれぞれのオリジナリティがある作品であったら、別に私に許可も得ずにね、全然やってくれていいって思いますし、もう全く一緒、モールドも一緒、デザインも一緒、金具とかも一緒、おまけに名前も一緒ってなると、それはちょっとね、よろしくないかなとは思うんですけど、まあその DM、販売していいですかっていう DM の方は、私の YouTube を見て、参考にしてやりましたっていうことを添えて伝えさせてもらっていいですかとか、なんかそういうご丁寧な方もいらっしゃったりだとか、でその人の作品も見せてもらったら、全然ね、いろんなものじゃらじゃらつけてね、アレンジもされてたので、そんなもう私のとは関係なく、もう個人でどうぞってね、思ったりとか。だからその自分のオリジナリティを生み出せるように、私はね、ずっとこう試行錯誤しながら、これからも頑張ってやっていきたいなと思っておる次第でございます。だから、もしそうですね、今後作ってみたよっていう動画もまたこれから上げるんですけど、もうその時に、まあ、真似してくださいっていうのは、一緒にレジンを純粋にこう楽しみましょうって、まあ、練習がてらこういうデザインもあるんですよじゃないけど、なんかそういう感じでみんなも楽しんでやってもらったらいいなっていう気持ちでね、動画ね、もし私のそんな全然クオリティ低いやんけって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私はもう簡単に綺麗にできるっていうことを、難しいことあんまりしたくないので、難しくても簡単にしながら難しく見せる風みたいな感じでね、持っていけたらいいなって思いながらいつもやってるんですけど、だからそのマネイコール販売っていう風なくくりつけではないっていうことをちょっとご理解いただいて、これからちょっとね、動画も見ていただけれたらいいなと思っております。はい、なのでもしその販売していいですかって聞かれた場合、私はその丸々一緒っていうのは全然おすすめはしませんけど、その人のそのオリジナリティがどこかにこうね、いろいろ加わってアレンジ聞かせていって、自分のものにね、していってっていう感じでやられてることに関しては、全くね、何も思いませんし、はい、っていう方、こんななんか伝わってるのか分かりませんけど、とにかくそのステアカから連絡が来たかて、私何も一切関わってないので、もうスルーしといてくださいということと、その私が真似してね、作ってねっていうことに関してのイコールで販売っていうことではないっていうことをちょっとご理解いただけれたらなと思います。はい、そんなこともありの、まあ、やっぱりね、ハンドメイド作品作るのもうめちゃくちゃ楽しくって、もうずっとは楽しいって思ってね、やってきたんですけど、もうそのさっきの話してたそういう時期だとか、あと何でしょうね、こう注文がやっぱりガッとまとめて何十個って入ってきたりとかした時に、やっぱり焦っちゃう、自分が焦っちゃって、で5時とか
あの字間違えちゃったりとかね、そのアルファベットで名前を入れますって言いながら送りました、お客さん届きました、お客さん楽しみに開けました、うわ文字違うやんけっていうことがやっぱりねちょろっとねあるんですよ。でもうなんかこう結構こう落ち込む時期とかになったら、落ち込む時期ってそんなあんまりなかったんですけども、最近あの調子自分で良くないなっていうのも思ってて、こう自分の何だろう、この心のモヤモヤがありながらやってるもんですから、なんかねちょっと間違えたりとかするんですけど、でもお客さん本当に皆さん優しくって、もう間違えてましたよっていうその言い方ですら、もう文字なんですけど文字でもすごくなんか柔らかく言ってくださってるんやなっていうのが伝わってきて、もう本当に感謝しかないんですね。でせっかくそうやって言ってくださっても申し訳ないですって思って送ったのに、またなんでかもうさらに同じ方に2回間違えるっていうことがこの間あったんですよ。でも私もあかんなと思って、何してんねやろうってちょっとね、もう自分をで自分を疑うというか、でちょうどまたその時にこんだけあの今までやってきて素敵な方ばかりにこう当たって、であの初めてちょっとねこう噛みついてこられる方に当たったんですね。もうそれもなんかもう心が痛くなって、なんでそんなに言われるのとか思いながら、こう店のルールも一応書いてるんですけどとか、まあね伝えたいけど、もうなんか全部が言い訳になるのが嫌やから、もうすいませんって言えることはもうすいませんで終わらしたりとか、ただやっぱり納得いかないなって思って、これだけは言いたいなって思うことやっぱ言っちゃったりするんですね。だからもうなんかもう本当になんかその噛みつきに行く自分もちょっと心大丈夫って思ったし、もうそのやっぱしんどいしんどい、何かおかしい何かおかしい、ちょっとやばいぞやばいぞっていうのがこう積み重なって、ちょっとピークに至る、で自分のプライベートや仕事にもいろいろと影響が出てくる、で何を一番優先しなあかんのかっていうところを一回考えてみると、ちょっと一回落ち着けってなったんですよ。そしてもうこれは一度店を閉めて、ちょっともうちょっとゆとりのあるように活動していかなあかんなっていうのがね、自分の中で一回分かったので、一回店を閉めたんですね。で閉めて、で今残っている注文分を落ち着いてやっていこうってなった時に、ちょっとね心がねふわって軽くなったんですね。で最後までガーって落ち着いてやっていこうと思った時に、再販してくださいとか、頼もうって思ってたのにって言ってくれる方がやっぱ何人かいらっしゃったので、あこれはやっぱ開けなあかんわと思って、でもその開けるにあたってもちょっと怖くなっちゃったんですよ。やっていけるか、またなんか同じこうね、苦しい時期になったらどうしようってちょっと怖くなっちゃったんで、あの期間限定で店を開けようと思って3日間だけちょっとあの日程を指定してやらせてもらったんですね。で、まあ、その時は、まあ、3日間っていうことを分かってるし、自分もね落ち着いてあのその時はできてたので、もうかなり心が軽い状態でやってて、で今はあのメンテナンス中ということで、その3日間が終了した後に今は入ってるんですけど、ちょっとゆっくりして今注文分のやつをまた片して、私はあの自分のショップの中身をねもうちょっと綺麗に整えたいなって思ってるので、そういう時間にちょっとしようかなと思って今ちょうどクローズしているところなんですね。もう本当になんていうんですか、もうちょっとつ盲信でこう今まで来てしまってたから、もう全部に対してちょっとつ盲信なんですよね。だからちょっとこう抜くとこは抜いてってやっていかなあかんなと思ってね、今ちょっと休暇中じゃないですけど、落ち着いてちゃんと全部あの綺麗にまたちょっと整えてやろうと思ってて、そう、そしてこの多分見てくださっているリスナーさんたちがね、あの DM をくださって本当にありがとうございます。私お返事も返せてない方もいらっしゃるかと思うんですけど、本当にあのラブコールいただいたりとか、本当にめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。もう私は一応今は元気なので
ちょっとでもその中でもやっぱりね、全然値段上げた方がいいって言ってくださる方とかも何かもいらっしゃったので、やっぱそうなんかなって思いながらね、ちょっと本当に今ちゃんと考えて、また改めて再スタートを切る大事な時期だなっていうのをすごく自分の中で確信してるので、ちょっとねここを乗り越えてまた、7月1日から行けたら、再販リニューアルしてまた販売スタートしたいなって思ってるので、ちょっとその今までの期間、これまでのね7月1日までの期間をちょっと大事に使って、次につながるように今はちょっと試行錯誤またやっているところでございます。本当にね、楽しいからしんどいになってしまったので、ちょっとこのしんどができるだけちょっとあんまりよろしくない時期にねなっちゃうから、それをあんまり持っていかないようにするためにも今がちょっとね頑張り時やなと思って、ちょっと整えてこれからまたやっていきたいと思っておる次第でございます。はい、ではちょっとね次後半は楽しくちょっとやっていきたいなと思っております。あのね、前のその12ヶ月経ちましたの後から、あやちゃん動画に出てよっていうねコメントをちょこちょこいただいておりましたので、はい、久しぶりに登場させてもらいました。ありがとうございます。では久しぶりということで、恒例のあれをちょこっとだけやっていきたいと思います。あれね、本当に自分で見返した時にしつこって思ったんですよ。何この動画、毎回毎回お気に入りとか何回もやってしつこって思ったのでもうちょこっとだけ今日はやっていきたいなと思います。ではそうですね、まずちょっとこっちに寄ってミンネさんからいきたいと思います。ミンネさんの最近嬉しかったご通達です。ドン、ご注文が700回、すごくないですか。1年ちょっとですね、1年2ヶ月ぐらい経つんですけど、本当に2、3ヶ月か、もうねいろんなお客様と楽しくお取引させていただいて、素敵なご縁がありの、皆さんがね届きましたよとか、私注文作ってちゃんと届いたら安心してしまって、その後のもうアクションがうんって呼んで自分で納得して終わっちゃうので、なかなかね返事をね返してる時と返してない時があるんですけど、ちゃんと皆さんのあれをしっかり読んでるんですよ。レビューも読んでますし、ありがとうのメールも読んでますし、なんか自分で納得した次やらないとっていう感じでなっちゃってるんですけど、本当に皆さんのその一言一言のお言葉がもうね、私のこの傷なんだろう穴の開いた心に刺さって、もう本当にあったかくしてもらってもう嬉しいっていうことでね、ありがたいんですけど、次はクリーマさん、クリーマさん見ていきたいんですけど、クリーマさんの最近のご通達はこちら、はい、2200お気に入りつきました。クリーマさん、クリーマさんもねコツコツとやっておるんですよ。もうね両方面白いですよ。この12ヶ月終わった後のミンネさんとクリーマさんの、またこのこれはね、まあ、自分しか分かんないですけどをやってて、やっぱりね両方面白いなと思いながらやらせてもらってます。でめちゃくちゃおったまげびっくりしたことがあるんですけど、またね過去一の記録がねちょっとねこの間出たので、ちょっと見てもらいたいと思います。こちらです。ドン、これビューがね18,446 ビューあったんですけど、これねもうこの時期ぐらいのちょっと前ぐらいからなんか最近注文がまた増えてきたなと思って、一旦ね4月ぐらいで一回ちょっと落ち着いたんですよ。で落ち着いた後またあれちょこちょこ結構なんか通達来るようになったなと思って、そしてビューをちょっと見てみたら、その時4000やったんですかね。で翌日5000、
翌日6000ってなって、どん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 で1000ずつ上がっていって、最後これ多分マックスやったと思うんですよ。で、なんでこんなに、多分そういう、なんて言うんですか、特集とかにも載ったわけでもないのに、なんでこんなに急激にビューが上がるんやろなって思ったら、多分 YouTube で多分このデザインチャームを公開してからやと思うんですけども、このデザインチャームもね10万回再生ぐらいいきそうなぐらいに今なってて、だからもうなんか YouTube からこうはるばる皆さん見に来てくださってやってるのかなとか、まあ、確かにあの YouTube から来ましたって言ってくださる方が結構 いらっしゃったんですけど、もうね本当にはるばる YouTube からミンネとか YouTube から Instagram とか、そう YouTube から多分 Twitter に来てくださっている方もいてるんですけど、私全然 Twitter 最近やってなくって、本当に多分返事、して全くできてないと思うんですけど、申し訳ないですまたちょっと時間があるときに、本当にインスタグラムばっかりに最近なっちゃってて、ツイッターをすることがあんまり、本当にあんまりというか全然なくなっちゃったんですけど、今はもうインスタグラムに力を入れているので、インスタグラム一本でちょっとね頑張ってやっていっておる次第でございます。そう、あともう一つね、ちょっとねお伝えしたいことがあるなと思うんですけど、見てください、揺れてます今つけてきました。こちら私ミンネさんでお買い物したピアスでございます。久しぶりにお買い物してめちゃくちゃ楽しかったです。これね、あの以前にもね多分ちょこっと動画でお話しさせてもらったビーズ作家のマニッシュさんからいただいた購入したピアスでございます。これ許可を得てませんがちょっと公開させてもらいます。もうね可愛いんですよね。とにかくマニッシュさんのピアスで、私あのミンネさんとかであのお買い物することってもうあんまり3回ぐらいしかまだないんですけど、1個目がスマホケースなんですよ。でそれも随分とも昔、まだ私が何もミネさんにも登録してなくって、委託の時なので、もうどこのどなたから買ったっていうのをちょっとね覚えて曖昧な感じなんですけど、まずあれやってスマホケースをご購入、そして2個目がお箸ですね、お箸をご購入しました。そして3回目のお買い物がこちらなんですよ。可愛くないですか、この星のピアス、ビーズで星型になってて、でこれなんか色違いで黒もあったんですけど、両方白と黒迷って選びきれず2つ大人買いしてしまいました。今ね本当にあの起きて髪の毛そのまま結んで、もうヨレヨレでこんな格好でこんな可愛いピアスをつけているのをすごく申し訳ないんですけど、普段あの出かける時とかご飯食べに行く時とか参観日とかもそうですね、全部つけていって、今ずっとお気に入りのアイテムです。またマニッシュさんのところ皆さん見に行ってみてください。私ねやっぱ自分が作れないものがやっぱ欲しくなっちゃうんですね。でましてやこんな星型のすごい立体型のこの可愛いコロンとしたピアス、こんなん作れないんでね、めっちゃ可愛い、本当にもうずっとつけときたいぐらい、またいつか黒のやつつけて登場しますこんな感じでやっぱねお買い物するのすごく楽しいですよね。衝動買い楽しいです。またねいろいろとこう見つけてポチッとしたいと思います。皆さんもお買い物楽しんでください。はい、ということで今日はねこんな感じでちょっと終わらせてもらおうかなと思います。またね、いつかわかんないですけど、こうやって機会があればいろいろお話できたらいいなと思ってますので、また楽しくお話ししたいです。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。